はい、トライラの川原です。今回はベガスプロでこんな感じの手書き文字アニメーションの作り方をご紹介していきます。こちらの演出かなりベーシックなものなのですが、先日こちらの作り方を聞かれてまだベガスプロで解説していなかったことが発覚しましたので、今回はこちらの作り方をご紹介していきます。まずこちらのアニメーションを作るためには文字が必要になってくるのですが、今回はせっかくですので実際の手書き文字の素材を使って作っていこうと思います。こんな感じで写真素材を用意しています。紙にサインペンで文字を書いて、それをスマホで写真を撮ったものとなります。まずこれを16対9の画角に配置していきます。イベント版クロップでプリセットから16対9ワイドスクリーン、こんな感じですね。画角も少し大きくしておきます。まずこの文字を切り抜いていきます。イベント FX でベガスクロマキーヤを追加します。 OK。 そして一度オフにしておいてカラーを選択、スポイドで白を選択します。エフェクトをオンに、こんな感じで切り抜けました。そして低スレッショルドでノイズを消していきます。まあ、どこまで消すかですね。わかりにくいのでメディアジェネレーターで単色背景を置いておきます。こんな感じですね。切り抜けてますね。どのぐらい削るかを設定します。これで文字を切り抜くことができました。ではここから文字が描かれていくアニメーションを作っていきます。基本的にこういったアニメーションの作成はマスクをちびちび動かして作っていく、すごい地味な作業を延々と続けていくものとなります。まあ、アフターエフェクツなんかではちょっともう少し楽な作り方があったりもするのですが、結局細かいところを微調整していくと同じようにちびちび作業を進めていくことになりますので、まあ手間暇で言うとそんなに変わらないかなといった形となります。ではベガスプロで実際に進めていきます。まず文字のイベントパンクロップを開きます。基本的にこの画面で作業を進めていきますので大きく広げておきます。そしてレイアウトを変えて、この時間カーソルが見えるようにしておきます。まずこのイベントパンクロップの画面、マウスのグリグリで拡大縮小することができます。拡大していきます。そしてマスクを選択します。マスクにチェックを入れて有効。そして同期カーソルにチェックを入れると、ここのカーソルとタイムラインのカーソルが一致します。まず0秒ですね。長方形のマスクツールを選択します。矩形マスクですね。正方形マスクツール、一画目のところに長方形を書きます。こんな感じですね。そして侵入する角度に合わせます。この文字の書く角度ですね。こんな感じですね。ざっくり合わせておきます。そして選択ツール、標準ツールに切り替えます。位置を調整します。開始位置を設定、そして外をクリックして選択を解除。今このマスクは文字が何もないところに書かれていますので画面上には何も表示されていません。これが0秒の状態とします。そしてカーソルを10コマ進めます。カーソルを選択した状態で矢印キーの左右で1コマずつ移動することもできます。10コマですね。そして10コマの時にこの長方形を広げていきます。変形させる線ですねをクリックすると両方の点が選択状態になりますので、この状態で点を移動します。こんな感じですね。ただこの状態ですとこの交差する部分ですね、次の線が表示されてしまっていますので、こういった交差している場合はこの交差する手前で一度止めてやります。こんな感じですね。
すると、こんな感じですね。マスクが広がっていきます。このマスクが広がっていくことによって、このマスクに入った範囲が文字として表示されます。こんな感じでマスクを動かしていきます。さらに、10コマからさらに10コマ進めます。そして点を移動します。こうギリギリを狙っていく感じですね。そしてこの状態でも交差した部分が見えてしまっていますので、点を追加します。アンカー作成ツールに切り替えて、このあたり、点を打ちます。そしてまた標準ツールで点の位置を調整します。こんな感じですね。まだ見えているので、点を追加。こういった感じで、ちびちび詰めていきます。すると、まあ、こんな感じですね。まあ、厳密にはまだちょっとこの辺りが見えているので、点を微調整しながら、進めていきます。こんな感じですね。これでまず、一画目ができました。一画が終了したら5コマ開けます。1、2、3、4、5。そして次の2画目を作っていきます。また長方形ツールで侵入位置を作ります。ダブルクリックして選択して侵入角度を作ってスタート位置、そして10コマ進めます。移動させる線を選択して、点を両方とも選択した状態で点を移動させます。そして空白をクリックして、一つ一つ点を微調整。すると、こんな感じですね。再生すると、こんな感じですね。少し早いので、この2画目の終わりのキーフレームを後ろにずらします。動き重視で確認したいときはプレビューを自動。こんな感じですね。作業中はフル画質に戻しておきます。さらに5コマ進めて3画目を書いていきます。長方形ツールで長方形を作って角度を変えて配置を移動。そして10コマ進めて長方形を広げる。そしてまた5コマ開けて長方形を書いて角度を調整してスタート位置に配置。10コマ開けて線を広げる。すると一文字目が完成しました。あとはこれをひたすら繰り返して全ての文字をマスクアニメーションで表示させていきます。
5コマ開けて長方形、10コマ進めて移動、そしてまた5コマ開けて長方形、5コマ開けて長方形、伸ばす、スピードを調整します。そして塔ですね、次。またここも開けて、長方形。進入確認して移動。そして、10コマ進めて移動。そして1画目の終了位置ですね。そしてこういった傾斜ですね、カーブになっているときは、この点と点の間の線をドラッグしてやると、こう、曲線にすることができます。この状態を作っておいて、一つ一つの点を調整していきます。こんな感じですね。そしてまた5コマで長方形、やり直しはコントロール Z で戻っています。スタート位置を作って10コマ進めて行けるとこまで動かします。こんな感じですね。そしてさらに10コマ進めて点を増やします。アンカー作成ツールで点を打つ。そしてこの増やした点を移動させます。さらに時間を進めます。下だけ点を増やして、こうします。できるだけこの描かれていくときですねが、水平に点が移動するように、ちょっと重なっているので広めに移動しておきます。こんな感じですね。そして2行目に行きます。
こんな感じですね。これで一通りアニメーションを作ることができました。あとはこれを合成して配置していきます。例えば、こんな感じのコーヒーの画像ですね。配置していきます。16対9で。ここでは白で配置したいので、イベント FX からエフェクトを追加して、ベガス色補正セカンダリを追加します。そしてオフセットをガッと上げてやると、こんな感じですね。配置していきます。1。左下に若干傾けつつ、配置します。そしてアニメーションの速度を調整していきます。右端をコントロールキーを押しながらドラッグすることで倍速やスローにすることができますので倍速にして、もう少し早くします。こんな感じですね。そして後ろを伸ばしておきます。止まった状態ですね。さらに写真の方にも少しスライドアニメーションをつけておきます。終了位置が ここで下から上がってくるような、もう少しゆっくりにしてキーフレーム右クリックでスムーズを選択しておきます。すると こんな感じですね。スムーズに写真が止まると。開始位置をもう少し上にしておきます。こんな感じですね。これで完成です。こんな感じでベガスプロで手書き文字アニメーションを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。